平さん何かありますか？私ですか？最近のブームはですね、まあなんかもう大したことないんですけど、最近植木がちょっとずつ増えてるんで、前は本当サボテンも枯らす女と言われてたんですけど。最近はちょっと枯らさずにちょっと頑張ってくれてるところを見ると、まあ少しは手入れができるようになったのかなっていうところでしょうかね。うちの父親も単身赴任よくしてたんですけど、絶対サボテン枯れてたんですよね。ああですよね。なんかやっぱ邪気があるんだ。そうですか。いやちょっと邪気がある。サボテンって水やらなくても枯れないじゃないですか。いやそんなことないんですよ。サボテンだってやっぱ水あげないとダメなんですよ。でもそんなに手間かからないでしょ。まあね、でもそれ言われるとちょっと辛いんですけどね。なんかあったじゃないですかその子は。そうかな。でも最近はちょっと頑張ってくれてるので、やっぱり愛情をかけるとやっぱり違うのかなっていうのありますね。あ、僕もね、家に1個バラの鉢があるんですけど。あ、本当。前の住人の方が置いてったんですよね、4年かな、一切水もあげない、一切場所もほぼ動かさない、で、ほんとほったらかしだったんですけど、絶対花つけてて、でも最近ちょっとかわいそうだなと思ってある程度水あげ始めたら、前は1輪2輪だったのに3、4輪花をつけてくれるじゃないですか。本当。いやすごいなと思って。やっぱり通じるんですね。愛情をかけただけちゃんと返してくれるっていうのが植木なんですね。人間の場合は単純にそうもいかないかもしれない。もっと複雑かもしれないですけどね。やっぱり植物って見るとほっとしますよね。うん、そうですね。植物ってほらすごいなと思うのは何にも求めないじゃない、それがすごいですよね。さっきの無償の愛じゃないけど、何にも文句は言わないし、語らないけど、でも見る側に憩いの気持ちね、この安らぎの気持ちを与えてくれるって、なんか人間よりすごいなと思っちゃったりしますね最近。それはもう平田さんが世俗との関わりを立つから。まずいですよね。でまあその気持ちは分かりますね、人間関係も難しいところが多いですからね。そうですね。やっぱり自分の利益とかを見てしまうとちょっとバランス崩れますよね。それがなんか人間関係のがこじれる一番の理由な気がしますけど。でも神田さんとかあんまりなんかこう人とのお付き合いで苦労するっていうか、あんまりそういう感じが見えないけど、割と繊細だから。あ、そうですか。人見知りだし、だから結構こういろいろとあの相手をこういたわったりとか気遣いとかができるような、だからそういう意味では人間関係潤滑にいくタイプじゃないかなと思うけど、そうでもないですか。あ、どうかちょっと主観的には分からないですけど、でもそういうのってやっても全く通じない方もいるじゃないですか。そういう時はそっと身を引きますけどね。あ、なるほどね。だからそこはもう、ね、価値観ですよね、うんうん、そういうのがをある程度感じてくれる方と一緒にいるのはやっぱ自分が楽ですよね、だんだんこういう関係は狭くなっていくかもしれないですね。年とともに。そうそう、本当はそうじゃいけないと思うんですけど、なんか最近はそういう感じが多いかな。本当はもっと広げていかないといけないんじゃないかなとも思うんですけどね。自分と向き合う時間もこういうので多いのもあって、前はねやっぱ大きいところで仕事してるといろいろ人の、ね、交流もあったりしたんですけど、最近はちょっと逆方向に走ってますからね。まあ、これってどうなんでしょうね。でも今のコロナで一時的なものなのか、それともこれがずっと半永久的に、まあ、このような感じでねなっていくのか、どう思います？もうこっからさらに何か進んでいくんじゃないですかね。もっと加速するでしょうかね。戻ることない、人との関わりがもっともっと希薄になっていくんでしょうかね。そうですね。それともこう細くディープになっていくのかね。
細くディープはありそうですよね。なんかこうちっちゃいコミュニティがいっぱいできそうな。まあでも逆にこういうウェブで仮想の空間で大きくつながっていくのもありそうですけど、でもそれってどこまで人間関係が築けるのかね。だって必要ない時もオフにしてしまえばいいわけだし。そうですね、あとはまあ見てくださる方もまあおっしゃる通り別に切ればもうそれで終わっちゃうし、話す側も誰かをイメージして話しているわけでもないかもしれない。ちょっとその辺はどうなんでしょうね。神田さんとは今話しててどうですか、やっぱり第三者を想像しながら話してます？まあ、一応その言葉遣いとか、身のこなしとか意識してますけど、まあ基本的に平田さんと話さしお話しさせていただくときってこういう話題割と多いじゃないですか。そうですね、なんかまあ普通にお話してる感じ、ちょっとよそ行きにお話してるだけですかね。どうなんでしょう、もっと絞って話した方がいい気もしますけど、どうなんでしょうね。なんかやっぱりこう具体的な人をこう思い浮かべながら話した方がいいのか、その辺ってちょっと私もあまりにも経験不足だからわからないけど、でもとりあえず私はほらインタビュアーの立場だからまあ神田さんの人柄というか人物像をうまくこう引き出して、いかなきゃいけないと思いながら話してるんですけど、ありがとうございますここで話すことって、それ感じてくれる人って割ともう今、少ないレアじゃないですか。こういうことは考えずに生活してる人多い気がしますけど、でも逆にそのレアな人に絞って、まあ、これ完全に僕と平田さんの感性だけで話してるじゃないですか、そこに引っかかってくれる人だけでも見てくれたら、しっかり見てくれる方がその人がいるってことだから、薄く広くっていう内容よりも、なんか見てくれる人がいればいいかなとは思いますけどね、そういう響くところに響かせるっていうような、まあ何でもそうですけど、そうですね、そういうのってやっぱりこうきっちりとこう人に対して話をするんでもそうだけれども、やっぱり相手にこう届けようっていう気持ちがないとやっぱ言葉って届かないっていうのはありますよね。ありますね。僕は特に医者もやってるので、やっぱその人のチャンネルに合わせてお話ししないと、やっぱり伝わらなくて、やっぱ問題になったりしますからね。そうですよね。患者さんとのコミュニケーションっていうのはすごい大切になってきますよね。だから逆に今はそういうのあんまり考えてないんで、もうこの感覚感性だけで話してるからそこのチャンネルに合ってくれる人がちょっとでも見てくれたら嬉しいですけどね。届かせるって難しいですよね。難しいですね。私なんか結構鼻から諦めちゃうところがあって結構割と諦めるポイント多いですもんね、平さん。これはいいや、多いですよね。そう、なんかこういう仕事してると、やっぱ100人に届けるのって難しいじゃないですか、やっぱり嫌っていう人も絶対いるわけ で、ね、あこれ嫌いっていうところでもうすでに弾かれてもしまうし、好きって思う人って特に私が紹介してるものって本当に限られちゃうんですよ。だからどっかで自分がもう初めから諦めちゃってるところがありますね。でもそのポイントは絞っていくわけですよね。だからそこのところでチャンネルが合えば、そこの時点でだから結局入り口があるわけですよ。この狭い入り口にこう入ってきてくださった方は本当に You are welcome っていつも思うんですよ。だけどそこの入り口を広げるつもりが鼻からないんですよ、私。それはそれでものすごく大事で、人が入ってくるわけじゃないですか、いろんな入り口広げちゃうと地味猛烈も入ってくるでしょ、そうなるとまたそっちの処理もしなきゃいけないから、そして場もちょっとそういう乱れた場になるじゃないですか、
だから平田さんはそういうのやりたいわけじゃないんでしょう、うん、多分。そうですね、うん、なんでそんなに入り口間口を狭める必要があるのかなって思うんだけど、自分の趣味がそっちに寄っちゃってるから、うん、なんか仕方ないなって思うんですよね。ね、性格の一部ですね、うん、その趣味も、うんうん、そうですね。でもそういうのはいいと思いますけどね、うん、徹底的に絞った方がいい気もしますね徹底的にね、徹底的にで、うん、そういうところに来てくれる方って、うん、またリピーターになるじゃないですか。そうですね、うん、本当にそっかしっかりあってれば、うん、そう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 、うん、そうなんですよ。だからあのそこのところだけでつながってるあのちっちゃなコミュニティができるんですけど、うん、でもそれはすごく強くて、いや、そう強いですね、上下関係もないし、うん、やっぱりほら社会ってあのやっぱりこう上下関係がある、うん、どうしてもだけどそういうのが全くなくて全てが横のつながりだから、うん、誰が偉いとか、うん、そういうのもないし、だからそれはやっぱり私の中で憧れとしてあるんですよね、うんうん、一番強い組織ですよね、うん、あの緩く大きいより固くちっちゃい方が突破力ありますしね、うんうんうん、だからなんか横だけでこうどん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 広がっていく世界みたいなのが、うん、あの、あるといいなと思うんですけど、それいいですね、うん、あの今のまあなんていうんですか、封建社会、うん、ピラミッドの社会、うんを変えていくのはやっぱそういう横のつながりの集団じゃないかなと思いますけど、ね、一番自由で力も強いと思います。そうそうそう、結びつきが強いから、うん、そうそうそう、だから日本って意外にやっぱりこうあの縦社会なんですよね。そうですね、だけど日本ってそのすごく縦に強いから、うん、じゃあ強いかと思うと実はすごく弱いんですって。だから縦のその関係がぷっつり切れると、うん、日本人は裏切るんですって誰かが言ってた。あ、だから例えば会社にいる時に仲良くても外出る、うん、辞めちゃうとそこにつながらなくなっちゃう、うん、もうスパッとなくなっちゃうし、例えばあの出世を、ま、心、まうんま、待ち望んで、ま、出世できる上司がにこうペタッとくっついてるんだけど、うん、その上司が、ま、失脚しちゃったりすると今度他のところにペタッとくっつくとかね、うん、そういうのって日本人は結構ありがちなんですって、うん、意外に日本人は横は弱いらしいですよ。横のつながりが、そういう上下関係のつながりが強い分、うん、横に伸びられなかったっていうことみたい。あ、うん、まあ、同じ時間使うのに、そう、横と飲みに行くか、うん、上について、うん、ちょっと飲みに行くか、うん、でも今の若い世代っていうのはもうほらそういう上下関係ってあんまり、そうですね、ね、重んじないって言うじゃない。だからきっと横に伸びてってるのか、ちょっとその辺は分からないけどどうだろうか、横に伸びてる感じはあんまりしない、あんまりないですかね。ただその上下での抑えが効かなくなってるだけな気もしますけど、あ、うん、まあ、医学界もそうですからね、完全にピラミッドなんで、うん、上からの圧、うん、はなんかだいぶ弱くなってきてますけどね、うんうんうん、僕はそれがそういうの嫌だったんで、うん、うん、やめちゃいましたけど、うん、まあでも一つ大事なことかもしれないですけどね、うんうん、それがなかったら何でつなぎ止めておくのかっていうのがないから、うん、今なんかこうぼわっとしてたかもしれないですね。そうですね、だから昔だったら、まあ、まあまあ昔のことばっかり言ってもしょうがないかもしれないけど、例えばあの尊敬できる、うん、あの先輩についていくとか、やっぱり年上の人ってそれなりにやっぱりこう尊敬できるところがあったような気がするんですよね、うん、だけど今何の上についていくかって言ったら、まあ、それがあの金銭的な部分だったりするっていうんでしょうかね、単純に尊敬できるからとかそういうことじゃなくて、うん、やっぱ上に人が尊敬できる人じゃないケースも多いっていうことじゃないですかね。そうですね、ただやっぱそのさっきの話ですけど、うん、年数が重ねば自然と偉くなっていく部分も結構日本は大きいとは思うんで、うんうんうん、ね、そういう先輩を尊敬してついていくかっていうとまたそれは別問題じゃないですか、うんうんうん、そうですね、うん、だから日本人のその地の力が落ちてるのかもしれないですよね。うん、
それはでもすごく感じるとこありますよね、まあ、電車乗ってるとみんな目が死んでる感じしますからね。本当にある。最近ちょっと電車乗るのが苦手なんですよね。そう、車乗っちゃいますね。あ、うん、それって何だと思う、何がいけないんだと思います。